撫でられましたね、はい、びっくりしました。でまあ多分ですよ、目にちょっと涙があったんですよ。だからまあなんかこう、お初めて認めてくれたかなと思って、はい、やっとプロ野球選手になったなっていうことですね。まあ、認められてはいないと思いますけど、まあ、怪我なく一軍にいられたので多分それを評価していってくれたんじゃないかなと思いますけど、嬉しい言葉ですね、はい、やっぱりね、成績見たらね、もう右に出るもいないし、で、まあ、あんま喋る人でもないし、スーパースターですから、まあ喋るのに時間かかりましたけどね、はい、もう近寄りがたかったですよ。就任して最初の名古屋球場で話した時に、三拍子揃った選手を求めない、ただ自分の、持ち味を走ることが得意になったらそれを伸ばしてくれれば監督が自分でまとめるからと言われたんで、もうその時もまだね、レギュラーなんて頭ないですよね。じゃあもう走ることだけで一軍に残れるんだと思って、じゃあダイソー4人でもいいやっていう感じでやってましたね、あの頃はまだ。とりあえずグラウンドに出たら思い切ってお前たちはやるだけで、うまくいったらお前の成果だ、うまくいかなかった、失敗した時は出してる俺たちが悪いんだから俺たちのせいにしろみたいな感じのことを言われて、あそうか、じゃあもう思い切ってやるだけだっていう考えで最初2004年の頃はやってたのは覚えてます。シーズン終わってその監督が、まあ、監督持ち上げになった時に、新聞を通じてそんな休んでる暇あるのかと、そんな余裕あるのかっていうことを再聞いた時に、まあ、次の年の2月1日に紅白戦があると、じゃあそこにベストの、まあ、ベストがほぼ近い状態で絶対作っていって、まあ家を見とけよと、こう物乗せられた、あのこの転がされたみたいな、はい、やられたなっていうのは、まあそうやってまだまだなんだよって、一人前じゃないしまだまだ成長しなきゃいけないっていうものを、僕にはそういう形で、まあ、伝えてきたのかなって思います。それまではね、正直2月1日の時点でバッティング練習である程度前に飛べばいいかなっていうぐらいだったんですけど、ピッチャーの球を打つなんて思ってなかったんで、大丈夫かなとは思いましたけどね。とんでもないと思いましたよ。マジかよと思いました。経験したことないですね。ただでもね、野球しかやらないところでも1週間想像したらやっぱきつかったですね。長いです。で、監督は常に言うのは、怪我だけはするなよっていう、だけどロッキンだよっていう、それが一番難しかったですね、ロッキンの。まあ確かに下手は練習しないと上手にならないし、体力も練習しないとつかないし、まあ理にかなってるっちゃ理にかなってですね、はい、だからあの開幕 の, あの一発目 の, あの印象が強すぎてね、もうそれがもう8年間あと そのから以外はあと普通にやってるだけが、でもう最後まで相手は何してくるかわからないっていう印象になってしまっただけだと思います。まあ、どっちかというとね、ランナーいると反対方向ばっか打ってたんですけど、一回どっかで5月ぐらいですかね、サードゴロのダブルプレー打ったんですかね、まあまあ追い込まれて、まあそれで次の日新聞見たら今日の収穫はあのサードゴロだっていうことで、それからこう時には左打ち分けるようになれたんでね、まあ本当良かったですね。お前は来年チャンスなんだよっていうのは言われてるような感じはしてたんですよ。だからこの秋のキャンプをやらないともうお前のチャンスは回ってこないよっていう
プロ野球入って強い気持ちを持ってキャンプに臨んだのはその時が初めてで、今となればだけどやっぱりあのキャンプは僕には必要だったのかなっていう思いです。あの人の嫌なことやるんでね、ノックの中で本当に辛くて、もう辛いって言ってんのに一番辛いことをやらせる、人の嫌なことを知ってるっていうか、監督がまあ誰にも真似できないでしょうね。最初はわまた監督来た、これやだなとかって思ったんですけど、もう来た瞬間に何も考えないのが長くノックを受ける秘訣というか、バッティングにも全てにノックはつながるんだっていうことを言ってましたから、できなくなったら野球終わっちゃうぞっていう未だに言われてますし、そういう部分ではボールを追いかけるっていうのは野球をやる意味ではすごい大事なのかなっていう、野球ができるっていう喜びをあそこでもう一つ感じたかなっていう、見せかけだけの練習だったかなっていう、それまでが、報道陣に対しての、でも本当上手くなろうと思うんだったら違うんじゃないかなっていうふうには感じながらやってたから、ちょうどその環境を作ってもらえたので、やりやすかったですよね。あれが本当に上手くなりたいなっていう時の練習かなって。まあ最初は行きますとは、言いましたけど、行きますと言った時にはその自分の中で迷いがあって、やっぱり自分が最後投げるのではないんじゃないかなと、そういうふうなこともいろいろ考えて、結果森さんにやっぱ変わりますと言いました。僕は正直勝った方がいいなと思ってました。勝つんであれば、はい、僕は変えると思いました、はい。いや、まあ投げたいという気持ちはもちろんありましたけど、ただそれより勝ちたいという気持ちが強かったんで、僕は納得してると思います。してます。僕正直なところは、あの時完全試合より日本一になりたいと思ったんですよ、はい、僕はね。まあ確かに日本一もねかかってたし、ただでさえ違った重みを感じてましたけど、ましてや、完全パーフェクトで回ってくるなんて夢にも思いませんでしたからですかね。やっぱり自分の信念があるからじゃないですか。だって普通あそこで先発が投げてて打たれたとしても多分文句言う人は誰もいないと思うんですけど、あそこで僕が出てって打たれたら文句言う人いっぱいいますよね。それを考えただけでも普通例えば監督してたら帰れないと思うんですけど、まあ、そこを変えたっていうところが、今の監督じゃないですか。いやもうないでしょああいうことは。多分僕がないというよりもプロ野球史上多分ないんじゃないですか。沈黙の野球ですね。何を考えてるかわからないような、わからないように見えてやってることはものすごいシンプルな野球をしてるんだなって思います。よく言われるピッチャーが点取られなきゃ負けないだろうっていう考え方から始まってるんだなって監督の野球っていうのは、常に次の塁っていうか、まあスコアリングポジションにランナーを置いてやっていくっていう野球も基本ですよね。まあまあ本当基本の野球かな。試合野球は野球です。まあ基本っていうか野球ですね。投げる、打つ、走る、守るですね。
を見せない野球かなと、はい、思います。打たれた時でもこう押された時でも全然表情出さないので、やっぱ不気味ですし、僕らからしても不気味ですし、そういうのがやっぱりチームに浸透していって2連覇っていうのを達成できたと思うので、理解ですか。理解は何考えてるか未だに分かりません。ただ、言われることは少しずつ理解できるようになってきました。手堅い野球ですかね。はい、まあ、隙のない卒のない野球をしますね。右に対して右、左に対して左で、また右生かすとか。スタイル的にはもう、もう普通、打てるボールを打つ、ね、打てないボールは打たない、取れるボールは取るってやってただけなんで、普通の野球だと思います。普通、全て普通。なんか最後の方になって気づいてきましたけど、これ普通の野球じゃねえか。ただ落合さんが監督やってるから何かやってくんじゃないかっていう向こうに警戒心があって、それで向こうがちょっと崩れていったんじゃないかっていうのはありますね。普通の野球だと思います。決まったことをやる、それを8年間続けてきたのがすごいなっていう。8年もやったらね、何かが変わってもいいのに変わらない、そこだと思います。考えの引き出しをいっぱい持ってる人で、あと、まあ、優しいんじゃないですかね。やっぱ人間の性格って顔に出ると思うんで、なんか温かさがあるっていうか、まあ、そういうのは感じました。選手も優しいですね。報道陣の方は感じないと思います。すごい選手を大事にするというか、優しく、息子みたいな感じで見守ってくれてるなっていうのは感じました。将棋で言ったらいくら駒取られてもなんか負けた気がしてないうちに負けちゃうみたいな、相手がなんか向こうの方がいっぱい駒持ってんのに全然こう相手にこう思うような指しをさせないうちに相手の王将を取っちゃうみたいな、先を読む野球ですかね。人がやってるのに私にできないことはないだろうと、何の不安もありません。で、私みたいなものの考え方の選手が1軍に28人いたら何をする必要ないんですから。私の敗因ですか？ないんじゃない。みんなによく思われようと思ったらこの仕事はできません。力のあるやつだけ残っていきます。ないやつは沈んでいきます。甘やかしはしません。俺の本性出したらうちで選手野球やれるやつ一人もいない。みんながこう見てるその野球と私が見てる野球は見方が違うから、勝ったところしか名前残らないの。勝負事っていうのは2位残る？落合監督の8年間